はい、こちらで全てのパーツが出揃いました。これからこれを組み上げてブトニアを作っていきます。はい、じゃあまずねこの赤バラを持ちます。そしたらサンスベイヤーのこう短くした方ですね、これを赤バラにし合わせますね。そしたら長いサンスベリア、これもさらにその後ろ側にし合わせます。こういう状態ですね。それでここでやりづらい人は一度ワイヤーかフローラーテープで留めてしまった方がいいと思いますので、24番ワイヤーで少し留めましょうか。そしたら次にこの大きい方のレモンリーフを後ろ側にし合わせます。サンスベリアより少し若干だけずらす感じですかね、にし合わせます。最後にこの小さいレモンリーフを手前にし合わせます。レモンリーフはワイヤーがついてるんで自由自在に動きますね。とこういう状態ですね。これで組み上がりました。ではこれでフローラーテープでここの部分を留めていきます。はい、こちらで組み上がりましたね。これからねステムの部分をリボン上げしていきます。まずこうブトニアを持ってリボンをここに当てていきます。でここで一回こう持ち替えて、これ慣れるとできるんですけどね、ここで一度こう薬指で持ってこのリボンをこのように上に巻き上げていくんですね。でここまで来たらここで一周させて、でここでループの中にリボンを入れて上に引っ張り上げます。ちょっとまあここで結束されるわけですね、リボンがね。でも1回ではちょっとこう心もとないんで、もう1回ぐらい巻いておきましょうか。はい、できました。そして余分なリボンは切り取ります。はい、そしたら、まあ、これ同系色でもね、同色でも違う色でもいいんですけど、今回は同色でリボンを作っておきましたんで、このリボンをこの根元につけます。これはワイヤーで留めとくとやりやすいですね。はい、これでコサージュの完成です。ちょっと置いて見てみましょう。はい、こちらのブトニアはいかがだったでしょうか。ものすごくかっこよくないですかね。こういうね葉っぱ系がかっこいいんですよ。でちまちまね、いろんな花入れる人いるんですけど、ちまちまいろんな花入れない方がいいです。こう、ドカンと大きい花があって、あとはグリーンで仕上げるぐらいが男はかっこいいと思います。まあ、女性用のショルダーだったらね、もうちょっとこう、いろんな花を入れてもいいと思いますが、男性だったらもう花一輪にちょっと数種類の葉物を入れて決めるのが一番かっこいいですね。もう今日僕ちょっとね、小さじピンつかないんで、これあれなんですけど、こんな感じでつきますね。なかなかかっこいいですよ。なんかパーティーとかそういうところに男性こういうのちょっとねさりげなくつけてったらすごいかっこいいんで、ぜひ活用してください。では今日はこちらのブトニアを紹介しました。またねこういうブトニア系や今度ショルダー、女性のショルダーなんかもね紹介していきたいと思います。ではまた次回を楽しみにしていてください。このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していただくと
さらにね、こうできることが増えていきますの で、特にお金なんかかからないので、気軽にチャンネル登録をお願いします。あと皆さんのこう Twitter とかね、ブログとか Facebook とかでこう、この動画をシェアしていただくと、さらにこうね、見ていただく方が増えていきますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。See you next time!